産む選択と産まない選択、この相反する決断には大きな違いがありますが、どちらにしても自分が幸せになるために最善の方法を選択していいのだと思います。海の始まり。水木の気持ちが心変わりした理由、それは彼女が一番幸せになる方法を選んだという、ただそれだけのこと。当時、会ったこともない弥生の思いが、水木に強い影響を与えていたのは事実でしょう。次回第7話では、夏と海が弥生のマンションへ向かいます。到着して、手洗いとうがいをするときに、海を夏が後ろから抱える光景を見て微笑む弥生。彼女がコロッケを作り始めると、海はコロッケって家でも作れるの?と驚きます。ママはお惣菜のコロッケが安くなった時だけ買ってくれたと教えてくれました。夏は水木と海の生活に思いを巡らせながら、コロッケを家で作るのは大変なんだよ、と教えます。海は、弥生のコロッケを食べると、スーパーのみたい、美味しい、と喜びました。弥生は、夏が席を離れた時に、一緒の暮らしはどうかと海に聞きます。すると、夏くん独り占めしてごめんね、と謝るのでした。弥生はそんな海に、好きだけど会うのを我慢している時もあると冗談交じりに話すと、海は水木もそうだったのかと聞いてきます。夏と水木がどうして別れたのかと聞く海に、弥生は言葉を詰まらせてしまう。そして角と水木が交際しなかったのは自分がいたからなのかということも聞いてきました。南雲家では、水木の四十九日法要と納骨について話しており、茜は角に電話をかけます。心の整理がついたら会いに来てほしいという茜に、角は言葉が詰まってしまうのです。予告動画では、水木が角に、いつ死ぬのかは選べないんですね、と語っていました。彼は夏が署名した手術の同意書を見てしまいます。そして、病気が進行してしまった水木は、死ぬのが急に怖くなったと、茜に訴えるのでした。今回、第6話のお話は、今回のお話では、水木と海の軌跡をたどる旅が描かれていました。夏は海との距離を縮めたいのはもちろん、水木と別れた後の彼女のことを知りたくなったんですね。海はママとの楽しい思い出を忘れてしまわないか、不安な気持ちがあるようです。だから、もう一度、ママと一緒に過ごしていた思い出を夏に教えたかったのでしょう。水木は何でも一人で決めてきたんですね。中絶の同意書を病院で眺め、偶然見かけた様々な患者さんが自由に書いているノートを見て心変わりしたようです。ほとんどの方は無事に埋めた喜びを綴っていましたが、唯一後悔している悲しい叫びを見つけました。その叫びこそが、弥生の後悔と罪悪感に苛まれた嘆きの言葉だったのですね。彼女たちは偶然、間接的に出会っていたということでしょう。弥生はあの時、自分で決めることができませんでした。母からも、当時の恋人からも、
中絶という選択しかないと言われていましたからね。でもそれも間違いではなく、自分にとって最善の選択をしていたということです。もし産む選択をしていたとしても、あの頃の彼女は一人で全て抱え込み、完璧にやろうとしますが、パンクして、結局は自己嫌悪に陥り、不幸な結果になっていたのかもしれません。だから、弥生の場合は、中絶を選ぶのは仕方のないこと。それが正解とか間違いだったということは決められないことだと思います。水木にとっては、この命を失ってしまうことの方が不幸だと感じたのでしょう。他人に優しくなりすぎず、物分かりのいい人間を演じず、ちょっとズルをしてでも自分で決めてください。どちらを選択しても、それはあなたの幸せのためです。あなたの幸せを願います。弥生がノートに残したこの言葉が、水木の気持ちを動かしました。そして、自身が生まれた時の母子手帳。それで覚悟が決まった。彼女は母になる決心がついたのです。彼女たちは顔は合わせていませんでしたが、ノートを通じて心を通わせていたのですね。そして、水木が看護師にこの言葉を綴った人に伝えてくださいと語っていましたが、弥生はそのメッセージを聞くことになるのかもしれません。例えば今後、夏と結婚して彼の子供を出産するときに、あの病院を選択していたとしたら、過去の自分とお別れした我が子としっかり向き合うためにも、あの病院を選択する可能性があるからです。水木は母になると決めてから、どんな思いで海を産んで育ててきたのでしょう。覚悟を決めた母親というものは、それだけで強く、たくましくなっていくのです。だから、何とかして生活を維持する努力をして、海のために精一杯母親をやっていたんだろうなぁと推測できます。きっと生活は苦しかったでしょうし、誰にも助けを求めないと決めたのだから、自力で全てをこなそうと必死だったはずです。夏は海と水木を重ねていました。海の仕草、彼女が靴紐を結ぶときに彼をゆっくり歩かせていたこと。その光景はまさに水木がそこにいるようでした。彼は学生時代の水木を思い出したり、懐かしさを覚えていましたね。彼女が働いていた職場の図書館では、角が海とどのように関わっていたのかも目の当たりにしました。夏は角にも彼女の様子を尋ねます。しかし、病気と戦っている水木の姿は、角にとっては辛い光景で、助けたくてもどうすることもできなかったことでした。彼は、水木との思い出がたくさんありすぎて、夏よりも悲しみが癒えていないのです。きっと、角の思いを感じ取ることは酷なことだと思いました。時間も必要でしょうし、気持ちの整理ができるまでそっとしておいてほしいのでしょう。月岡家が南雲家と関わるようになり、今後のことは時間をかけて夏に決めさせようと考えているようでした。夏だけではなく、全員で考えていく感じになるのでしょうね。決して焦って決めることではないし、それぞれの思いを大事にして決めていくのだと思います。茜は
水木の子育てをしていた時、短気で自分の考えや都合を押し付けがちな子育てだったのでしょう。でも夏を見ていると、おっとりしてのんびりしているけど、決して子供のことを嫌だとか急がせたりしないところを感じ取っていましたね。自分と比較してしまうのでしょう。相手に合わせることが苦手なのは、茜も水木も同じなので、親子そっくり。だから、彼のそんなおっとりしていて、人に合わせられる姿を尊敬してしまうのです。これからどうしていくのでしょう。それぞれの立場で、みんなの気持ちもはっきりしてきましたから、いい形の結論が出るといいですね。この作品は切ないけれど温かいドラマです。しかし、これからはいろんな葛藤が生まれて、夏の苦手な大きな決断を強いられることとなるのでしょう。では、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。